こんばんは。眠すぎるかもしれない。眠すぎるかもしれない。こんばんは。あれ、私テロップ入れたのに。おしゃべり会、おしゃべりは、おしゃべり会来てね。どうだ、できた。眠すぎてしょうがなくて。本当はもうこのまま寝ちゃおうかなって思ったけど、起きた。本当に眠くて。おしゃべり会来てください。はじめまして、死に行こうかと真剣に悩んでます。来てください。お疲れ様です。今日はももちゃんとガチャガチャをしました。じゃじゃーん、見て。あ、そう、おしゃべり会は結構お洋服変えようかなと思ってて、コスプレとかもしたいんだけど、みんな何のコスプレが見たいですか？これ可愛くない？なんか昔、私が幼稚園の頃に流行ったキャラクターなんだけど、小耳もしようかな。なんか今のところセーラー服着たいなって思ってて。で、見て、これかけるの。すごくない？ちゃんと髪なの。日記つけれるかな、デビュー。なるほど、いろいろ考えますね。楽しみ。これガチャガチャしたのと、あともう一個しました。なんか傘につける目印みたいな欲しいなと思って。じゃーん、ツンデレの分。いいけどさ、エチゴン。メイドさんは持ってるのでしようかなって思ってます。ポチャッコ。傘につけます。これかわいい、メガネキュルキュルしててかわいいの。高いんですよ今だけのガチャ。デレデレの頑張る。そう、私結構セーラー服のコスプレしてみたいなと思ってて、ずっとこの機会にしようかな。あー眠い。眠くない？私眠すぎてさ、眠すぎる。カンバラ祭り来ましたか？みんな寝たいんだけど、そう、今日は絶対早く寝る。明日早起きなんです、私。私が受付対応してくる日は席がいい。本当に本当に嬉しいんだけど、なんか私よくさ
後ろだったとか立ち見だったとか言われるから申し訳ない。がんばら祭りってね、私も行ってない。行ってみたいな。昨日のシンポジよかった。え、嬉しい。そうなんです、私シンポジだったんですよ昨日。めっちゃ緊張した、言っちゃうとめちゃめちゃ緊張した。今日の配信は短め、でもどうしようかな、結構眠いから1時間くらい。あー眠たい。シンポジ褒めてくれて嬉しい何この牛、七夕？セーラー服オフラインです。そう、朝からずっと緊張してて、本当になんか匂わせようかなって思ったのシンポジ。でもなんかみんなのことびっくりさせたくて匂わせはしなかった緊張するは単純に緊張お風呂に生誕できる、お揃いしよう。席が良すぎてシンポジ全然見えなかったびっくりした、嬉しいんだけど木漏れ日の下のってやったんですよ。あれね、あった、サプライズっていうわけじゃないんだけど、なんかびっくりさせたくてシンポジは匂わせなかった、嬉しい。なんかメールとかでめちゃめちゃ褒めてくれるくて、みんなが嬉しかった。頑張ってよかったって思いました。明日朝起きれるかな。昨日の夜配信できなかったんですよ、すいません。何も言わずに申し訳ないですね、謝る。寝る前に起きる時間を念じると起きれるよ。そうなの？寝坊したらどうしよう。結構朝早いんだよね。朝弱いからな。爪長くなっちゃった。切ろうと思って切るの忘れて、見送りなぎちゃんには慣れたけど、サホちゃんに緊張した。サホサホ喋るよ、めっちゃ
でもさ、サホ美人だからさ、最初はめっちゃ緊張しちゃうよね。おかげで昨日、あ、なぎちゃんって言ったんでしょ。知ってるよ。そう、私朝弱いんだよね。あ、今日すっぴんなのでスクショ控えめでお願いします。すっぴんの日はスクショ控えめでよろしく。眠い、眠すぎて冷や汗。でもいいじゃん、アピールできたじゃん。マウント取っちゃった。あ、スクショしちゃダメだからね、あんまり。なんか眠、お見送りがサオちゃん、なぎちゃん、サオちゃん、え、そうなの。なんか結構サオと4期って名簿順なんですけど、サオと隣になることあんまりなくて、で、そう、本当に初めてサオと隣でびっくり、楽しかった、なんか安心感。サオが隣にいると安心する。そう、ツーショットしました。みゆみゆさんとすいすいさんとツーショット、めっちゃ頑張って声かけた、めちゃめちゃに勇気を出した。おしゃべり会、もーちゃん、そうちゃんと同じ、え、それな、3人でめちゃめちゃ喜んだ、え、一緒じゃんって言って、え、そう、スキップした。え、さすがにお話し会、そうとももちゃんと一緒なのが嬉しすぎて、結構だからそのお話し会、おしゃべり会は結構楽しみです私。ゆみさんにモノマネ、ちょっとできなかった。さすがにね、でもななみさんに褒められた、超似てるねって。やった、もじも、そんなにもじもじしてたかな私。でも私は他の4期みたいに、なんかみんなみたいに声をかけられないっていうか、結構緊張しちゃうので。そう、ななみさんにめっちゃ似てるって言われて、めっちゃ似てたって、超嬉しかった。え、でもちょっと怒られそうだからあんまりしないでおく。なんか結構似てる人と似てない人で分かれちゃうんで、よいしょ、眠い。
眠くないの？みんな。私めちゃめちゃ眠いんだけど。みみえさんチャットのツーショット凪ちゃんめちゃめちゃ照れてた。そう、めっちゃ恥ずかしかった。なんか顔が熱くなっちゃうんだよね、すぐ。眠くない。本当？眠すぎてやばいんだけど。なんか何配信すればいいのか分かんなくなってきたな。何を話したらいいのか分からない。前どんな感じで配信してたっけ。萌えゼル何のこと。やりたくない。白ワンピいつお披露目。いつにしようかな。でも生誕のお話し会は生誕って生きるから、いつにしよう。でもおしゃべり会できたいなと思ってるから。でもチャットとかで先に来ちゃうかもしれないんだけど。見たい？早く見たいか、お話し会で見たいか。早く見たい。おお、昨日は昼公演終わって夕方中華亭。いいな、中華亭行ってないな最近。こんばんは。眠い。じゃあチャットとかメールで早めのお披露目をしようかな。そっか、七夕が近いのか。七夕楽しみ。笹買いました。モバメにもチャットも載せない服とか。ああセータンティーが届きました。そういえば私の元に。楽しみ。私の願い事、願い事何にしますか。なんかさ、配信のネタ切れ感がすごいんだけど。なんか何話したいこと。めっちゃいい感じ、かわいいよね。ゆきさんおめでとう。ありがとう。まだだけど、ソロコン。すげえな、めちゃめちゃ大きな夢だなそれは。できるといいな。なんか着ていいのか分かんないんだけど、着ていいの。私の今年の夢はもう短冊は書いたんですよ。幸せになります、なれますようにって書きました。俺と。そうだよ、世界平和。すげえな規模が。
大学合格ファイト。うちは届いた、よかった、大事にしてね。でもさ、願い事なんて言ったらさ、いっぱいあるんだよね。でも全部まとめて幸せになりたい重すぎるなんか古町通りだっけに笹じゃないの、あの短冊が置いてあるんですよ。それに沙穂と願い事を書きました。みんな行ってみてください。私の書いた願い事があるかも。名前は書いてない。でも写真撮ったからチャットに載せようかな。今年の初海は沙穂と行きました。書くとパクられちゃうし、名前書くのちょっとやめた方がいいかなとか言って書かなかった。沙穂ちゃんと仲いい、めちゃめちゃに仲いい。同じ布団で寝るくらいには仲がいいなんかなんだかんだ言って沙穂とは本当にあれなんですよ。ずっと仲良くて、初期から。木曜古町行くから探しに行こうかな。行きな探してみて。本当にオーディション受かって初めてのお仕事の時も沙穂と、なんか沙穂が沙穂と話してた、ずっと。それから本当に喧嘩とかもなくて。ご飯行ったりとか、めっちゃ知ってます。たまに沙穂のお家に泊まりに行ったりとか。沙穂ちゃん喧嘩する想像。え、確かに。でも沙穂は喧嘩というより黙ってイライラしてるタイプだと思うんだよね初めてのお仕事はレッスン、ダンスのレッスン。沙穂ちゃんに悪いこと教えたりしてね。してないと思う沙穂ちゃん、もーちゃん含めた3人電話つなげたりする。めっちゃしてる昨日のお見送りでうちが用務になれて沙穂ちゃんに食、そう、なんか呆れてたね気まずいって言われた兄ちゃん、さゆうさん、ありがとう。私の隣で気まずいことするのやめてって言われて怒られちゃった、サゴに。本当に仲いいと思うマジで。
なんかもうだってあれなんですよ、たまに鍵渡されて、あの私ちょっと用事あるから先家入ってて鍵を渡されるうん、意味がわからない、いいのみたいな付き合ってる、それな、いや今度から手振るだけにしよう、それは嫌だそれは嫌、私が、いや本当に家族やばいよね、佐穂とは本当に仲いいと思う、なんか本音を言い合ってるのに喧嘩がないからすごい楽だし、ももちゃんもそうだけど、同期でも4期マジでみんな仲いい、今まで通り、性格はみんなもう全然違うよね、そりゃ、いやでも似てるなってとこも結構ある、なんかその怒りの沸点とか、なんかこれしたら怒るとか、そういうのが結構みんな一緒、ファンの方の話します、めちゃめちゃにしますよ、言っちゃうと結構する、なんならずっとしてるそう、みんな短期だからねこわー、そのフライを投げちゃう3枚、ありがとう、いっぱい来て欲しいな、どんな話をしてるか秘密でも誰が誰とか、いつもいるこの人はこうだよね、強いオタクなり頑張って、そう私がめちゃめちゃに話すからみんな覚えちゃうっていうあれ、みんな短期だからね、明日ね、みんなが当選しますよね、もう盤面の編集を見せて、え、それはしないかな、でもさすがにね、4期の名簿の順番って毎回同じなんだけどさ、その4期は名簿順なんですよ、だから一緒、いや本当に短期なの直したいですね、そう名簿順なんです、なぎちゃんオンラインとオフラインどっちが進む、そりゃオフラインじゃない、直接会えるし、みんな的にはどうなんだろう、怒ってるなぎちゃん、可愛くなくない、じゃんけんじゃない、
寝っ転がってオフラインするの？オフライン、オフライン？びっくりした。寝ながら喋るのかと思った。びっくりした。どうやって喋ろうかなと思った今。寝っ転がってる人とさ、どうやって喋ればいいんだ。やっぱオフライン。できん。本当だよ。やっぱね、直接会いたいよね。私もそう。最近お手紙がいっぱい届きました。嬉しい。申し込めばいいじゃん。お願い。いっぱい話したいんだけどな。みんな来てくれないのかな。届いた。お手紙届いたよ。超嬉しかった。生体 T がオフライン届くんじゃない？さすがにね。オフラインでみんな寝っ転がってるの想像し、カオス。カオスだね。よかった。何回も読み返し。みんなからのお手紙。なんで心配だったの？どうして？なんか私がお手紙欲しい、お手紙嬉しいって言ったら、本当にみんなお手紙いっぱい書いてきてくれて、めっちゃ嬉しいな。本当にいっぱい届いてます。なぎちゃん撮るか悩み中。え、なんで悩むの？会いに来てよ、お願い。でもなんか本当初めてだからさ、楽しみ。いろいろ額縁額縁か。そうなの、初めてなんだよ話し会。あ、みみさんの誕生日に楽しみ。私の眠さ今何パーセントだと思う？85です。惜しい。なんでそんなみんな微妙なの？83とか88。眠っ。明日早いの。実はこれ全部寝言。やばくない？明日頑張ってください。ありがとう。頑張って早起きはします。いや、もう寝てるからこれ全部寝言。
なんかももちゃんの寝言が本当にすごくてなんかね、ももちゃんてるのに会話をしてくる。手紙が届いたの聞いて安心。よかった、ずっとなんか気にしてたもんね寝言、そう、もちゃんがなんか私とそのうん私とが喋ってたんですよ、ももちゃんが寝た後に。そしたらももちゃんが反応してきて、寝てるのに。会話は噛み合ってないんだけど、でも録音なんかね、可愛いものじゃないんだよ怖いもはや。急に笑い出すし、急にそうやでとか言うしびっくりし、本当にえみたいな。本当に怖いよね、恐怖。サホとええってなって本当にびっくりしてる。怖、寝言に話しかけたら帰ってこれない、やばい寝言も濃い、超でかい本当にでかい。こんばんは。いや、寝言に突っ込むの怖いな。そやで、ももかあれやったでとか、寝てるのに返事返ってくるから怖くて普通に恐怖おしゃべり会のレーン隣だったと思います。確かにこうやってなんてってやんなきゃいけなくなりそう。眠たい なんか多分眠り浅い時しか寝言は言ってないと思うけど、ん？おしゃべり会も寝ていてほしい、やばっ。私寝言言うのかな、わかんない、自分じゃ言わないと思うけど今んとこナギが寝言言ってたよっていうのは聞いてないですね。オフラインもオンラインも参加すれば認知、そりゃあしますよなんか私のファンの方って名前を言わないから名前を教えてね、みんな。ネギちゃんは腕を振り落としてきそう。なんでわかったの。私めちゃめちゃ寝相悪い
でわかるの？本当に寝相悪くて。昨日のヒロコインって本当？ありがとう。ここで自己紹介されても顔と一致しないからね。わかんないから。ベッドから落ちたことあります。一回マジで落ちて腕打撲した。4月あたりのお見送りで、いや忘れてないよ、インパクトが強すぎて。名前をね教えてくれない人がいるからね、時々内緒でって。社員なのか。鼻高。本当に寝相悪い。そうだよ。名乗るほど名乗るほどのものではない。なんで覚えられないんだけど。顔しか覚えられないよ。いやいやいや名前ないし、もう覚えたから内緒にしても無駄だから。お見送りで服着てる。みんな俺だな、じゃあ。ちょっと待って。もう一度リセット。なんで？みんな変だな。みんな名前を言ってほしいのに教えてくれないから。なんでそんなみんなシャイボーイなんだよ。まともです。ジラシプレイ。どういうこと？そこでじらされてもさ。ポメかわいいよね。どこがシャイなの？あなたに関して。きゅうり定食。きゅうり定食。やばいな、やばいな、みんな。怖い。人見知り度では負けません。いやいやいや、負けないよ私も。本当に人見知りだからさ、名前伝えたら分かる。多分分かると思うけどな。あってなるから。なんか私のファンの方って人見知り結構多い気がする。気がする。そのさ、ナギボー結構しっくりきちゃうんだよな。嫌なんだけどさ、しっくりきちゃうんだよね。ナギボー推しにいるんだな。
そうなの？ヨギボーみたい。確かにヨギボーしっくりきてんだよね、なんか。でもコールでさ、ヨギボーって言われるのはちょっと嫌かも。想像してみたけど。ヤギボーうわちょっと嫌だな。名前呼んでいただき嬉しかった。硬いな。よかった、嬉しかった。やばい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 、たかしみたいなことになっちゃう。やばいやばい。なぎぼうことってなっちゃう。だってさ、たかしなんてさ、ゆうたんことって言ってんのにさ、その後たかしだからね。すごいよね。うわ絶対なる。うわーやだな。言わなきゃよかった。よくねえよ。でも私ひいおじいちゃんに「なぎぼう」って言われてたんだよね。だからかな、しっくりくるの。ゆうたんって呼ぶ派だけど、ゆうたん呼ぶ派結構少数派じゃないそれ。少数派な気がする、ゆうたん呼び。ゆうたん呼びいたんだ。そう呼ばれてたんだよな、ひいおじいちゃん。ゆわ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 って言いづらいんだよな。でも4期ではもうたかし呼びが浸透しすぎて、あれ本当の名前なんだっけってなるから。芸能人のナギって名前に入ってる人は美人は、なんかナギって名前いいよね。そう高島高志になっちゃう私の中で。本当の名前高志。高志になっちゃった。だってもうほら、ユアだっけってなってるもんね。一応本人はさ、ゆうたん呼びしてほしいんだから。でも私はたかしって呼んでるけど、たかしオリンピック、あ見た見た、一人オリンピック最高だよね本当に。本当にそう。なんか私、なぎって呼び捨てされるよりもちゃん付けされるのが嬉しいんですよ。違う、なぎぼうじゃなくて、なぎぼうちゃんおかしいじゃん。なんか本当に昔から呼び捨てされる、呼び捨てでもね、そう呼び捨てしてくるファンの方がいないんだよね実は。今度呼んでみて、意外とキュンってするかもしんないから。いないの、みんなちゃん呼び。
び捨てファンタジー、やってみなよ。推しに呼び捨て、おお。なんか私がみんなに呼び捨てってどうなんだろう。メールは呼び捨てにしてるんだけど、直接会うとさん付けしちゃう。わなちゃんとかやば。呼び捨ててください。呼び捨てとさ、やっぱ呼び捨てがいいの？みんなは。なっちゃんって何？それな。それなすぎる。こんばんは。呼び捨てされることあんまないからときめいちゃいそう。ときめいちゃう。よし、呼び捨てで呼んでみようっと。高校野球が週末から、おお。気づいたら呼び捨て。そっか、仲良くなったら呼び捨てみたいな感じ。男女読もうと。13位、ちょっと待ってね。13位、ケンツ。恥ずかしいな。3。やだ、やっぱさん付けする。恥ずかしくない？普通に。呼び捨て恥ずかしい。ケンツ12。13位、ケンツ。ケンツ。12位、天津風。11位、マッスル。夢を諦めないで。10位、あきの。9位、スパロー。8位、ハッピー。7位、ディーヤマ。6位、新潟カズ。5位、パック。4位、りょう。3位、ゆうき。2位、わなぽん。1位、わたちゃん。はず。なにこれ、もうやんない、もうやりません。はず。言えたけど。出れ。やだな。なぎぼちゃん、よかった。いい感じだった。呼び捨てなぎも好き。もう一回はなしです。永久保存版最悪。じゃあおやすみ。逃げる。バイバイ。早起きできるように頑張る。じゃあねー。違う。